こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日も13期兵防衛圏の続きをやっていきます。では行ってみましょう。BJ と騎兵を探しに行くところからですね。セクター1ってどこでしたっけね。セクター1って、セクター1探索室に騎兵発見並ぶ。そっか、残念。セクター2って？2は覚えてますよ。トライポッドがいたところか。その下のは？セクター5、1945年。なるほど、セクター5なんですね。過去にも行けるんだ。太平洋戦争終結の年ね。行ってみよう。すごいすごい。旧校舎ですね。カビ臭かった旧校舎だ。すっごい木の香り。立って間もないんだ。夢みたい。 BJ 見てよ、過去の学校よ。本当に過去も未来も自由自在なのね。分かってる。ここでは慎重に行動しないと。未来が変わってしまったら大変。40年前ってことは3歳のお父さんがばあちゃん家にいるはず。ちらっと見てきたらダメかな。騎兵探す。ダメよね、分かってる。騎兵、ここにあるの？ドローンと信号を検知した。稼働中と騎兵がある。騎兵、ここにあるの？どっか。表記は違うけど、ここが私の教室だ。誰か来た。隠れなきゃ。ん？あれ？助手の相葉さん？ゴート先輩。ゴートさん。時間通りですね。これが今月分の薬です。お薬、先月から変わったのかしら。相葉さんじゃないか。どうしてです？ごまかさないで。私分かってた。あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。夢で見たことが思い出せなくなる。よくわからないですね。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？違う、あれは。何も知らない元の君に戻るんだ。この計画はもうやめだ。ゴートさん待って。忘れてはいけないの。あれが助かる方法よ。ダメ、思い出せない。あやめ峠にある兵器じゃダメなのよ。思い出せない。ゴート先輩はこの人の記憶を消したいの？状況がよくわかりませんね。今のゴート先輩どういうこと？いや、40年前に先輩いるわけない。先輩のおじいさんだよね。そっくりだし。騎兵、あやめ峠だ。え？彼女、話してた。あやめ峠って公園のあるとこ？1945年、公園じゃない、離婚。
勝手に先に行かないでよ。ここ軍の建物よ。見つかったらどうするの？これが騎兵か。でっかいな。こんな目立つものどうしたらなくすのよ。騎兵は電気装置とリンクしている電気自然機だ。そうなんだ。ともかく見つかってよかったよ。これが19番機。19番は三浦君。そっか、17番って言ってたね。17番機探してる。19番機。仲間の機兵、私には動かせない。 DJ の仲間はどうなったの？消息を確認済み。それって死んだってこと？そうだよ、死んだ。 DJ、それよりこの機兵、システム変更されてる。全員を迂回してシステムを構築。なんだかわかんないけど、ここの人たちがやったんじゃない？この機内の技術では不可能。では明日、マルハシマルマル。誰か来る。どうじゃ博士は計画を棚上げしてるんだ。もう騎兵は手足も当然だ。前線だろうとその力を遺憾なく発揮できる。なのになぜだ。遺憾だ。これでは高利さんのようだ。肘山さん、セクノ、きっと上には上の事情があるのだ。号令あれば、いや号令がなくとも時満ちれば命を捨てるのみ。三浦君は覚悟できてる感じですね。あんな子も戦っているの？今度はこっちから誰か来る。もう沖野さん。19番、久しぶりだ。早速見てみるか。へえ、見事に迂回経路が生成されてる。まさか2人目で成功するとは驚きだ。2人目？すごいぞ三浦慶太郎。脳内をかき回すナノマシン再構築探査を発狂せずに耐えたのか。なんかひどいこと言ってない？三浦君を実験台にしたの？このデータで騎兵を奪える。おっと、グズグズできないな。同時博士が警備を戻す頃だ。騎兵のロックは約束通り解除。よくわかりませんね。もうここに用はないが、保険をかけておくか。よし、これで三浦君に接触するだけでデータは拡散するはずだ。言ってることがよくわかりませんね。何よ、今の子。急いで、ここから離れよ。着いたよ、BJ。あ、誰か来る。 BJ、隠れて。データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられてる。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。ゲートを使ったの？まさかあの子も宇宙人？キーと変えられた電気的機械。え？変えれないの？最適完了まで7時間24分。そんなにここにいられないよ。ああ、これでなっちゃん失踪中なの？未来に帰る他の方法ないの？安全だ、天気、ここといい。
騎兵。なんだ今の。また誰か来た。確かこのあたりだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。千尋？え？森村千尋？誰だ？隠れているのは。待て！君は？セーブします。はい、三浦君来ましたよ。でもちょっとその前に、まずは三浦君が言った千尋が気になりますね。千尋って森村先生の名前ですよね。三浦君との関係は分かりませんが、先生はもともと昔の人なのかもしれません。セクター1は覚えてませんが、2から5は出てきましたね。2065年がセクター2で、そこから40年ずつ遡る感じですね。ゴート先輩と沖野さんは何を言ってるのかよく分かりませんでしたが、ゴート先輩は変な薬であの女性の記憶を消そうとしてましたね。ユキちゃんの助手の相葉さんに似てると思ったけど勘違いでしょうか。というわけで次行きましょう。うん、だいぶ先？どういうこと？用がないと話しちゃダメかい？ダメじゃないけど、仕事中よ。二人は仲良し？そっちの仕事はどうなの？セクター2の建造は順調と言っていいね。建造？セクター2って2065年頃ですよね。軌道上あと4周をする頃には2つ目のコロニーが運用に入る。君の方は？なかなか無重力になれないわ。それに計画も難航してる。倫理委員会がうるさくて。新宇宙探査に倫理委員会。自己増殖するマシンの使用が。自己増殖するマシン？知的生命体と出くわした際、侵略になりかねないんですって。いるとも知れぬ宇宙人との戦争か。委員会はロマンチストだな。ロマンチストは君のでしょ。相変わらず歴史に取り憑かれてるの？ああ、面白いわ。今は太平洋戦争を調べてる。どういうこと？三浦君、おでこの傷ないですね。2世紀も前の原始的な戦争？このなっちゃんもなんか未来人ですね。多くの大国を巻き込んだ世界的規模の戦争だよ。技術とイデオロギーの転換点でもある。実に興味深い。生まれ変わるとしたらあの時代を選ぶよ。重症ね。どういう立場からのこの二人の会話なの？そうだ、君にも資料タグを送ろうか。遠慮しておく。それで次はいつ会える？次の休暇まで420時間ぐらいかな。何日かわからない。また通信入れるよ、アスマ。うん、楽しみに待ってる。うん、それじゃ。恋人っぽいですね。昭和19年、戻ってきましたね。
昭和19年10月、明日より兵役勤務。うん、肘山さん。赤田さん、せっかく建てた真新しい校舎なのに生徒は誰もおらんのだな。勤労動員で学生は皆工場へ行ってます。この国家危急の時ではそれも仕方のないことか。同郷の同い年だが、彼は学年が一つ上だ。手のつけられない番からだったが、気風が合うのだろう。兵役についてからは威風堂々としたものだ。肘山さんもともと不良だったんですね。だから向こうへ行ってもたくましかったんですね。湾口の海兵から漏れ聞いた噂では、もはや戦える船はなく、戦況は絶望的だと。どうした慶太郎、召集に不服なのか？いえ、ただなぜ自分が選ばれたのかと。貴様の心配性は相変わらずだな。同期より一足先にお国のために戦える、誇らしいだけさ。心配するな、貴様のあれを見れば士気が上がる。あれとは？大っぴらには話せんが、戦況を左右しうる新兵器だ。これから行くのはその交渉なんだ。交渉と工場の違いがよく分かんないですね。そんな重要なものに学生を。俺たちはその新兵器の搭乗員候補生だ。もちろんこれは極秘だぞ、親兄弟にも言うな。はい。新兵器とは一体？それは騎兵と呼ばれている。俺たちの乗る騎兵が水際で敵を迎え撃つんだ。やはり本土に米軍が。外地の多数の基地が放棄され、もはや内地が戦場だ。祖国存亡はこの新兵器にかかっている。だが悲観するな、騎兵一つでその戦力は一空母、いや一個師団に匹敵する。一個師団は何人でしょう？必ずや本土を守りきり、その後米国本土へと反撃に出るんだ。校舎には我々しかいないと思ったが。自分が見てきましょう。戦況を左右し得る秘密の新兵器、その搭乗員候補生に選ばれた。こんな私が。沖野さんに選ばれたモルモットかもしれませんよ。役に立てるのだろうか。あ、さっきの。ああ、クラベ君のおばあちゃんと沖野さん。田野さん、こちらにいらしたのね。高俊さん、高俊さん立派になって。田野さん、どうして？慶太郎さんを見送りに高俊さんも戻ると聞いて来たんですよ。これを渡そうと思って。おはぎを作ったんです。高俊さんと食べてください。おはぎですか？大好物です。でも配給が少なくてお砂糖ちょっとだから甘くないかもしれませんが。嬉しいよ、ありがとう。あれ、三浦君と玉尾さんはいい仲？二人で来たんですか？ええ、私が誘ったの。失礼、そちらのお嬢さんは？東京からこちらに来たキリコちゃん。いいよ、紹介しなくても。ほら、キリコちゃん。同時キリコです。あれ、沖野さん女装慣れてない感じ。この時に初めて女装したのかな？俺、いや、その。そんなわかりやすく？私は肘山隆俊、はじめまして。ん？同時？同時博士と同じ名字だ。同時平蔵の娘じゃおかしいかな。奇遇ですね、あの方にこんな可愛いお嬢さんが。キリコさんのお父さんは偉い先生だと聞いていたが、博士だったのか。同時博士、交渉にいるということは。やめろ慶太郎、博士が新兵器に関与しているのは機密だ。行っちゃいましたよ。しまった。誰にも言わないよ、面白い人だ。
ケイタロウさん、遠くへ行かれるの？ケイタロウの配属は私と同じところです。それほど遠くではありません。ですが、しばらくは戻れないでしょう。タマオさん、クラベの家の方々にはお世話になりっぱなしで感謝しきれません。妹、千尋のこと。妹？森村先生は三浦君の妹？別の千尋さんってこともあるのかな。くれぐれもよろしくお願いします。心配しないで、ゲータロさん、千尋ちゃんは任せて。休暇には必ず戻るとあいつに伝えてください。ケイタロウ、そろそろ時間だ。急ごう。では我々はこれで行ってまいります。二人ともお体に気をつけて。戻ります、必ず。昭和20年5月、数ヶ月後？何？ああ、うさみちゃんたちが渡り廊下から飛んだのと一緒ですね。三浦くんも数ヶ月飛んじゃったわけね。今日はそろそろお時間ですね。まずは、千尋さんが一人しかいないんだとしたら、森村先生は三浦くんの妹ということになりますね。そして三浦くんと倉部くんのおばあちゃんの玉尾さんが良い仲で、でも倉部くんは元は泉くんだから玉尾さんとの血縁はないですよね。あと最初のだいぶ未来のなっちゃんと三浦くんは何だったんでしょうね。セクターを作るって言ってましたね。どういうことなのかまだ分かりませんが、一応ネタバレ警告は入れておきましょう。沖野さんはさっきの自己紹介の時にまだちょっと助走に慣れてない感じがしましたけど、玉尾さんは知ってるんでしょうかね。キリコさんの中身が沖野さんってことを。あとユキちゃんの助手の相葉さんと玉尾さんが似てる気がしちゃいますね、声も。気のせいかな。というわけで、今日も最後まで見てくださりありがとうございました。